ソルラン、本当に生きていたのか。レナス・アルマもあるわ。それじゃやはりここで奨励の儀を。だけどなんだか様子が変だよ。全く気にならん。諸力を休合すべし、始まりの入り混じりより現れしよう。未だあるべきに至らざればよろずを煮えに。レナの採用、まことの王の見合い。何があったのだ。自我も失い、まるで機械の一部のようだ。ねえ見て、あれって。これは巫女の紋章じゃないか。まさかこの部屋全体が巫女の代わりを果たしているのか。一応稼働しているようだが、すでに儀式は行われた後なのか。その結果がレネギスの変形なら、儀式の目的はダナの精霊力を根こそぎ奪うことだったことになる。だが奪う理由は何だ。それほどの精霊力を黒幕は一体どうするつもりだ。わからない。だがどこかであの破滅につながっているのは確かだろう。それにダナから奪い続けるのを許すわけにはいかない。とにかくレナス・アルマを回収しよう。今の俺たちにも何より必要なものだ。いきなり襲ってきたりしないよな。脅かすな、ロハ。アルフ！赤い女！ようやく会えたな。お前には聞きたいことが山ほど。待て！何？同じ顔？何？何なのこいつら！ちょ！ないのか。俺たちが本当のレナの支配者なのか。どうやら話をする気はないと見える。ここは戦うしかないわ、アルテ。このままだと私たちの方が危ない。分かった。とにかくこいつらを止めよう。止める。カメコプラないから。俺の真骨だ。交流レンガさん、マイセスを奪える。何の悪くない。マイセス赤魔を奪ったな。ハンガーブレイク。ハンガーブレイク。交流レンガさん、ホーリーアース。天使差し込む。乱れなき結束の美しディバインセーバー。バッカイスだ。死の力だって呼び戻す。切り裂け。シャリアス。ハンロンドセンス。こっちからだ。これは。よ
を封じてやろう。ロンドペンス炎よ。行けるぞ。どう
諦めろ。これ以上は無意味だ。今度こそ降参したのか。精霊力、気をつけて。そいつまだ何かする気だよ。何？自爆だと？アルフ！大丈夫だ。なんとかかわした。ヒヤッとしたぜ。誰の許しを得ている？やろう、目を覚ましやがった。どこかと思えばここを知っているのか。当然だ、俺のために作られたのだから。だがそんなことはいい。それより貴様の首に用がある。この後に及んでまだ俺が憎いのか。貴様は俺に傷をつけた。王であろうとなかろうと絶対に許さぬ。強がりはよしなさい。身動き一つできない身で。そう見えるか。こんなもので俺を縛り付けておけるなどと思うな。自分は支配者だからとでも言うつもり？王も鋭ども全て誰かの思惑で与えられた地位に過ぎないのに。しかもそれで同じ王のアルフェンを追い回したりして、支配者が聞いて呆れるぜ。さえずるな。王の力なぞ得て当然のものを得たに過ぎん。どうかな。すでに我々は王とは支配者ではなく、特定の能力と役割を与えられた者の故障だと知っている。君はかつて他にもダナからさらわれた者がいたと言った。ああ、何人だ。そして俺以外みんな死んだ。成功率の低さにもかかわらずそうしたということは、どうしてもダナ人でなくてはならない理由があったということだ。そしてあの研究施設の記録、君とボルラー、300年の開きはあるが、記録上の扱いは全く同じと言ってよかった。意味するところは明白だ。それってアルフェンみたいに連れ去られたってことなら、その前はダナの奴隷だ。俺たちと同じ。違うか、ボルラ。レナ人のふりをして同じダナ人を苦しめてたってのかよ。なぜだ。奴隷の苦しみを知っていたなら、なぜそれに加担したのだ。レナもダナも等しく無意味だ。俺とそれ以外のあることだ。それ、俺は全てを手にし、その上に立つ。これも俺のものだ。まだいたのかよ。レナにいる貴様らの主に伝えろ。俺をコケにした報いは必ず受けさせるとな。やめろ。レナスアルマが。これは危険だ。脱出するぞアルフェン。
だが常に俺が後ろにいると知れ。行きましょう。忘れるな、俺は全てを食らう者、断じて祭ろう者にあらず。俺は支配者、俺は。二人とも大丈夫？はあ、問題ない。ボルランは死んだのでしょうか？そう願いたいものだ。あの赤い女たちも一体何だったの？あれが私たちの追っていた黒幕。レネギスの兵士やフィアリエを差し向けたのも。あの怪物どもがかよ。いや、それよりまたあいつらにレナス・アルマを取られちまった。くそ、これで二度目だ。取られたなら取り返すまでだ。俺たち自身のため、そして託された未来のためにも追うんだ。レナに向かおう。レナに？ボルランはレナに赤い女の主がいると言っていた。あの異形が赤い女の正体なら、その主というのは、ああ、人間ではない何かということもあり得るな。それが本当の黒幕ってこと？それがレナにいるの？レナス・アルマを持って今さらダナに向かうとも思えんしな。追うとすればレナ、同感だ。よし、星船に戻ろう。